こんにちは、皆さん。スプレーアートでのべるちゃんと梅ちゃんです。今日の話は国際結婚のあるあるです。国際結婚あるある。あ、俺から行く。何？俺にみんな英語で話しかけてくる。あ、一緒にいると、ね、一緒にいると英語で話しかけてくる、うん、なんか外国人と勘違いする。そうどう思う？なんか日本語上手だねって言われると、あ、頑張ってます、勉強してます頑張ってますって勉強してますって。一番やばいはさ、日本語下手くそって言われれば、うん、言われたことねえよもう日本語レベルがね、どんどん下がる。だからベロが分かる言葉で喋んなきゃいけないから、うんうん、なんか難しい言葉喋んないじゃん。喋らない。なんかすごい難しい言葉喋れないと、喋らないとどんどん喋れなくなってって、うんうん、他の人と喋るときになんかめちゃくちゃ変な日本語。日本語。私も友達と話すと、うん、なんかスペイン語でしょ、うん、でもあれ何言ってるのって感じ。あ、ベロが、うん、あともう一つあるあるのはさ、もう一つあるあるが、最初は全然なんか全く日本語が話せなくてさ、うん、でなんか手伝う何もできなくて、うん、話せないからいつも一人で家ずっと一人ぼっちだったね。そうだね、うん、でした。あー、あと一個、あと一個。何？めっちゃ言われるのは、何？絶対子供可愛いよって言われる。あ、言われるけどさ、めっちゃ言われるよね。なんで絶対可愛いと思うの？え、絶対可愛いじゃん。なんで？俺が可愛いから、俺が可愛いから、俺が可愛いから。まあ、それは関係ないよ、私言ってもいなくても OK ってことで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。もしなんか国際結婚でなんかこういうこともあったよとかあったらコメントで教えてください。うん、 OK、 ぜひうん、ありがとうございます。はい、じゃあまた、アディオスアミゴス。アディオスアミゴス。